はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。大橋ピアノです。これで合計3台今揃ってますね。吹田の方に届いております。こちらです。見た感じ黒っぽく見えますけど茶色ですね。ダークオールナットです。日本ペダルですから大橋あたいわさんの時代の初期モデルになりますね。その割には綺麗ですね。結構一回どっかでリニューアルしてるのかな、ねえ、してるのかな。綺麗ですよ結構。中を見てみましょう。大橋132型の製造番号が2728かな、2728かなになりますね。製造番号ここにありますね。はい。お、マフラーがついてる。これ日本ペダルでマフラーがついてるということは手動式のレバーがどっかにあった。これです。よかったですね。手動式のレバーを引くと、あれ、あ、音が少し小さくなりましたね。あ、小さくなりましたね。よかったですね。ジャックオンレバーが以前のどっかの技術者さんがねつけてるんですね。はい。中の状態もこれ、あ、綺麗ですね。これハンマーも、ハンマーオリジナルかな、レンナーかなね、ですけどめちゃくちゃ手入れされてますね。状態いいですね。さて、どんな音がするんでしょうか。お、優しい音。あ、大橋の音ですけど、まろやか系ですね、音は。この辺が鳴ってほしいのでハンマー調整します。ハンマーを調整してもうちょっと音を鳴らすようにしますね。本来の大橋らしい響きにちょっと手を入れたいと思います。まあ、今の状態正直にね全部映しておりますけれども、まあ、外装の状態すごくいいですけども、ちょっとこの辺の音をもうちょっと大橋らしい音にね、したいと思いますのでね、まあ、完成を楽しみにお待ちください。それではさよなら。